どうも、直樹です。ひっそりとやっていくコズミックブレイクその15、続きの方やっていきましょう。バレンタインデーはね、過ぎてしまったんですけど、バレンタインのアップデートがあったということでね、なんか、キャラがいるらしく、で、なおかつ、なんだっけな、いろいろユニオンウォーズをやると、アリーナをやるとね、手に入るよっていうことらしいので、ここじゃないのか。まあいいや。とりあえずアリーナに潜るんですけども、その前にね、ガチャタイム行きましょう。ガチャタイム。今回のガチャ、あ、ちょっと待って、ガレージ行くね、ガレージ。マイク1大丈夫かな？大丈夫そうかな？自分で確認しろよって話なんだけどね。フレンドさんもね、なかなか数増えてきてくれ、増えて、すごくありがたい限りです。これ使おう。やったぜ。これで10枚だね。もう達成済み。あ、そっか、そっか。お、いいね、いいね。キューブ。おー、ディライトキューブが、もりもりじゃないか。ディライトキューブ。よいしょ。なんか重いな。よいしょ。これで。で、今何枚あるの？ 30 枚ジャスト。でもこれがね、あるからね。そう、だから、ガチャを回していきたいんですけども、まあ、新機体が出ましたよと。で、ガチャがいくつかできてて、まあ、これがね、あったりとか、まあ、これはね、単発で引くっていうわけにはいかないから、基本的にもうガシマしか狙ってないから、ルーツ使うのはガシマちゃん以外にはちょっとありえないっていう感じなので、このね、背面がガラポンっていうのも引きたいんだけど、まあ、引くんだけど、ガチャ画面の重さやばいよね。なんでだろうね。で、このディライトガラポンっていうのも、更新があって、こっちの、ディライトガラポンを引くべきか、上にあるプレミアムディライトガラポンっていうのがあるんだけど、そっちを引くべきかっていう話なんだけど、こっちはね、その代わり、あれ？これも10枚なの？あれ20枚って書いてなかったっけ？気のせいだったっけ？あれ公式サイトにあれ20枚って書いてなかったっけ？あれ？まあいいや、10枚で回せんだったら10枚でこっち回せん決まってんじゃんって話なんだけど、こっちをじゃあ3回回していこうか。ああ、あかんやつだね。これが一番あかんのだよね。で、まあね、前回手に入れた、リーゼルはね、だいぶうん、まあぼちぼちね、仕様も分かったり、使い慣れているので、やべえな、闇が深いんじゃないか、このガチャ。さすがにあれか。新機体をやすやすと手渡すわけにはいかねえぞ、この野郎って話か。同じだしな。全く一緒だしな。よいしょ。ラストだね。まあ、先にね、悪い方を結果出しちゃって、うわ。お前、いかんでしょ、これは。はい。じゃあ。こっちの背面が SP。まあ、いろいろね、当たるっていう。全部金だからね。全部金。もうなんか、持ってないので、ぼちぼちやれんのだったら、なんでもいいよっていう感じなので。まあ、一回しかこれ回せないけどね。この一回がでかいと思うんだよね。さあ、何が出るかな。カムヒアー、ポンと。何？ジゼルノワール。誰？ラフィール。何この子。強いの。おー、なんか、ミクっぽい。初音ミクっぽい。そんなことないか。まあいいや。コレッティいるんだ。当たってほしくなかったな。さすがに。ジゼルノワール。スティグマホルダー、へぇ。ねえ、これ、キーブレード、違うよね。
防御フィールドを展開し、近接攻撃の、代償にアイテム以外のリペア効果による HP 回復力 90% カット。その代わりに、近接攻撃が広がって、強いんじゃない？クリムゾンベールがもうすでにあるっていうのは、じゃあ、あれじゃないの？あいつ、アイビスとかと似たような感じじゃないのかな？陸か、まあ、砲戦、空戦、まあ、ぼちぼち、ほぼね、ある程度は揃ってきたから、本気を出す必要ないかもしれません。そんなに強いの？あ、キーブレードじゃねえか、やっぱり。なんだこれ、スティグマコンボ、キーコンボ。おお、意外とでもやりそう。で、これが盾なのか。あ、盾使ってる間はクリムゾンベールなんだ。なるほど。これは何これ。まあいいや、後で見よう。で、これを使うと、あ、なるほど、 90% ダウンするよっていうことね。で、どのくらい範囲広くなるの。おお、かっけえ。中二病だね。結構速くなってるか。なるほどなるほど、オッケーオッケー。使えるんじゃない、いい感じなんじゃない。でも意外と可愛らしい顔してんだね。標的、あー、なるほど、動きを止められるんだ。へえ、いいじゃんいいじゃん。どうしよう一応入れてこうか。一応入れておいて、で、アリーナどっか空いてるでしょ。勝利の栄光をつかめ。あ、募集中か、こっちか。まあいいや、構わない勝てんかな。今7分ぐらい、また1回ぐらいかな、1回2回ぐらいだな。グレイシアナイト、ここ、でもね、ああ、そうだ、チューンしました。チューン、見て見て見て、全部シューターです。はい、シューターついてます。かなりスピードと距離が伸びてるので、バーンボーンみたいな感じでね、すぐに、とりあえず確実に当てるっていうことを意識してやっていきたいなと。で、これ歩く向きなんだってね、この弾の。で、この紫以外はちょっとね、お話にならないと思うんだよね。他の2つはね、ちょっと使い勝手が悪すぎてやばい。だからこれもこうやって、こうやってポンポンって打ってやっていくしかない。よし、頑張ろう。で、またアイテム集めて、なんかいろいろガチャができるかもしれないので、まあ、集まったら、また随時ガチャやっていこうかなと思います。まあ、もしかしたらね、勝手に回してるかもしれないけど、基本的にまあ、今回みたいにね、確定でほぼ金が手に入るって分かってんだったら、それはもう、なんていうの、取るから。逆に、ランダムってなっちゃうとね、ずっとやってるとね、引きたくない。つってるからね。なんだから、つって。皆さんよろしくお願いします。新機体いる。あれ、ガシマじゃね？奥にいんの。ガシマだ。ガシマー、ガシマー。っていうかさ、運営にさ、ツイッターで、見てくれた人いるかわかんないんだけど、あれ、チョコ欲しいの何ですかみたいな話になって、だから、あれが欲しいって言ったの、ガシマちゃんからやっぱ欲しいっすよっていう話をしたんだよ。ツイートし、っていうか、言ったの。
でも多分実装されてないからわかんないけど、実装されてたらすごい嬉しいんだけどね。で、ガシマの復刻もしてくれよっていう話をしたんだけど、多分そううまいことはいかないと思うんだよね。っていうか、ああもう重いんだよな、サーバーが重いっていうね。もうね、スペックがいくら良くてもね、あのなんていうの、ゲームサイドのね、運営側がいかんからダメでしょっていうね。なんか飛んできたな、なんだなんだ、リーゼルか。でもちょっと緑入ってた気がしたんだよね、今のバック引きみたいな。よいしょよいしょ。危ないっていうか、もうあのキングクリムゾンなんだよ、ほんと。もう全然わかんない、何を起こしてるか。使ってみる？ディゼル。てか全然攻撃できてないじゃん。いや、いかんな。ここはもうアンパイのフラクタリスガールで行こう。我が相棒。さあ行きましょう。こっち、ああ、これか。ちげえな、なんかいたな、今な。こいつでも撃ってほしいから、撃ったるか。よし、これもーらい。砲撃が3機いんのか。よいしょ。なんだ、あの機体。フラップジャックか、これは。なんか変な空戦がいるけど、よいしょ。おっと、落ちた。俺何も特にやってないけど、っていうかこっちボコボコにされてるし。なんだなんだ、もう何が起こってるか。完全にもうヤムチャ状態ね。ヤムチャ状態じゃねえ、ヤムチャしてんだ。ヤムチャ状態だったら多分やられてんだろうね。ブラボーチーム。ああ、これはね、納得がいかないわ。全然何が起きるかわかんないし、よかった。ああ、そうそうそう。これこれこれ。これをね、あのなんか持ってくといいよっていう話なんだけど、どこにいんだろうね。アニバーサリーエリアじゃねえのかな。ちょっと見てくる。スマホで。今すぐサイト開けるから。てか珍しいなーって思うのがさ、緊急メンテやんないんだ。だいたいなんかこういう大ごとっていうの、イベント始めるとメンテやってるイメージがあるんだけど、レギオンなどで入手できます。アニバーサリーエリア、やっぱここじゃん。どこだろう。ごめんね、みんなごめんね、みんなごめんね。どこにいるんだろうな、これ。違う違う違う、名前っていうか吹き出しがそもそも出ないもんね。こういう感じになるもんね、 NPC だとね。こっち？いない、いない。あれ、アニバーサリーエリアにいるっつって書いてあったじゃん、こっち？アニバーサリーっつっても。まさかね。あ、いた、これだ。ああ、なんか言ってる、フィーユ。おー、ごめん、後で話は聞くから。あげる、花、とりあえず。何くれた？ログインキューブ。モーチャスさんです、モーチャスさん。で、チョコ。チョコ5個持ってこいと。オデット。これがまあ新キャラか。あ、こいつにも花を渡さなきゃいけないのか。あ、さっきの。なるほど、なるほど。エリーザ。あ、やっぱいねえじゃん。ガシマ。くそー。エンジェル学園深夜。珍しい場所で戦うな。
よし、あと1回やったらとりあえず実況は終わりかな。この後5以下の方に潜ろう。無理だろう、5以上はまだ全然チューンしてねえもんな。まあ、チューンだけじゃないけど、俺のねプレイヤースキルがねあればいいんだけど、そんなにあるわけじゃないか。頑張りまーす。よいしょ。どうしようかな。あ、もう、なんだなんだ、もう突っ込んできたの。ていうか、え、いきなりどっから出てきたの。え、意味がわかんない。なんでなんで、完全にもう意味わかんないよ。この機体も何なの、意味わかんないんだけど。はぁ、クソムカつく。もうね、なんか今の機体もわかんないけど、やり返しちゃった。あの機体も多分強い方なんじゃないかなって思うんだよね。いまいちわかんないけど、まあ使う人だよね結局はね。重いんだよな、なんでだろうな。別のオンラインゲームは割と普通にできてたんだけどね。当たんねえな。当たってなかったか今の、残念。あ、ディバイントアラだろあれ。あれも意味わかんないよね。だってさ、上にあんな飛んでくるとかも意味わかんないよね。しかもあのバリアとかね。なんだ、お、落としてた。よいしょ。お化けだ。なんかお化けがわらわらいる。なんかいっぱいいる。みんなわらわらしてる。コロナだ。コロナフィーバーだろ。なんか召喚する。っていうか2期目じゃない、あの人。なんかあれだな、昔のエリス・リーシャー3期済みの人とか思い出すな。なんかつまんなって思わない。同じくらい3期だよね。2期目か。そう、あとね、前回あたりからね、順位の見方をちゃんと分かるようになったので、安心していただけたらなと思います。今までね全然分かってなかったので。ほらほらほら、よいしょ。ダッシュ、逃げろ。ワーン。よし、ここの高台でずっとジャーンプだ。ドーン。おら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 。ドーン。あ。ああ。負けてしまった。ブラボーチームルーズ。クソ悔しいな。何これ。ガルネリンプって。お、チョコ3つに花1個でマフラー。まあこれでね、まあ17位か、10の下か。まあ俺ぐらい、俺ぐらいっていうか俺っぽい順位だね。
でもね、結局一人の人対策したところで、でっていう感じになっちゃうからね。結局はチームプレイなわけだから。ついてこい。ムーンリットガス。あ、ここ俺好きだよ。比較的。もう一回だけやる。ごめんね。言うことをコロコロ変えてるっていう。まだまあ、でも20分ぐらいだから。みんな賑やかだな。いいことだ。で、これあげる。で、ログインキューブまたもらったから。いくつぐらい花を渡しゃいいって書いてあったっけ？これも確かね、公式サイトに書いてあったんだよね。見てくるよーと、今のうちにね。で、その間に、ログインキューブの方を使おうじゃないかっていうね。これはまあ違うんだけど。ああ、もう使ってた。で、でもこれね、確かこのログインキューブはね、正直言ってあんま大したことなかった気がしたんだよね。アップデート予告の方で、でも、プレミアムデライトも10枚だった。ごめんごめん、間違えてたね、俺がね。花は51枚か。集めればとりあえず全部もらえるっぽくって。で、ハイメガチケットミニがもらえるっぽいんだよね。で、今俺何枚持ってんの？ 4 枚もらえるっぽいんだよね。あ、じゃあもう一回回せんだ、あれ。やったじゃん。で、ディライトも結構もらえるのか。花を集めるといいよってことか。オッケーオッケー。で、ログインキューブだとね。あ、でも便利アイテムって感じだね。うん。で、バレンタインのさっきのチョコ。チョコで、1個から3個入手できて、勝ちの時にはさらに2個だから、まあ大体、最大5個かな。5個もらえてっていう感じらしいね。で、なんか期待が手に入るよと。メイドのね、セリューブランシュのスロットさんだから、強いんじゃないかなっていう感じらしいです。さあ、頑張りましょう、皆さん。行きましょう。よいしょ。とりあえず、陸戦が突っ込んできてるね。まあでも空戦と砲戦をやっつけるのが俺の役目だからね、リーゼルさんは。なんだあれ。あ、いんな。いるな、あっちに。あっちにいるな。あっち側行こう。あっち側行って。あれか。ほら、届くんだよね、意外とね。届くんです。痛いんです。ガシまたや。くそ。会いたかったぞ、ガンダムだよ、もう。いいだろう。ジゼルノワール。会いたかったわ、時間だな。トランザムしてやるよ、トランザム。クリムゾンベールというのを。あそこに、ほう、あれが多分、ガシマだから。いけ。あ、落ちた。ほら。あ、落ちた。もう何が起こってるかもう全く分かんねえよ。もう気づいたら落ちてた。あれだな、チューンすればでもいけんじゃないか。やっぱりでもあれだな、俺にはあれが一番だな。マシンドレッドのパンチ、あれだったらもうさ、敵のところに突っ込んでさ、ボーンってやるだけだし。どうやったら軽くなんだろう。サーバーあれして増やして、よいしょ。
見えないんだよ、見えない、見えないっていうか何が起きてるか分かんないんだよ。もうボロボロじゃん。ブラボーチームルース。くそくそ、こうねなってくるとね、熱くなってくるわけだよ。あ、ミラクルアームナイトあげます。一緒に戦ってる中なんで。ちくしょう。とりあえずね、一旦終わりにします。なんだ、猫鳴いてんのかな。めっちゃ猫鳴いてる。下乳が去っていくって、いいな、いいな、可愛らしいな、確かにな。というわけでね、一回ちょっとここはね、おさらばして、自分の腕を鍛え上げてこようかなと。今回当たったね、ジゼルノワールちゃんだっけ、この子、この子はね、対ガシマコ決戦兵器。うん、そうする、対ガシマコ決戦兵器としてね、やっていきたいと思います。だからこれどうなの、このつけてんの。ほーん、ほーん、オッケーオッケー。対ガシマコキラーとして頑張りたいと思うので、まあそれかね、今度もうね、この3体、この1にしようか、1にして、例えばこうして、こうして、あ、まあでもこれこうこうでもいいのかなとかさ、もう納金これでもいいしっていうようなね、まああとはもうこれでもいいしっていうようなね感じでやっていきたいなと思います。とりあえず花集めて、もう一回5枚貯まったら、実況しようかなと思います。というわけでね、皆さんゲームやってる、コズミックブレイク内でね、お会いする方もいると思いますが、お手柔らかにね、お願いしますね。別に、なんて言うんだろう、ガシマコに恨みがあるとか、あとはそのプレイヤーに対して恨みがあるとかじゃなくて、単純に勝ちたいだけなんで、もう勝ちたいだけだからさ、やっぱりやるんだったら勝ちたいじゃん。そんなんね、物事全部そうでしょ。しかもね、こんなね、本気っていうかね、なんか負けてもいいや、みたいなね、のは良くない。良くない、良くない。やっぱりね、戦うっていう、戦うんだったら勝たなきゃ。うん。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。